せていただきます。まずは東京大学、毎度のことなので野球に関していじるのはもうやめてやりましょう。さて、日本を司る永田町霞ヶ関に数多くの卒業生を輩出するこの大学、消費税が 10% に上がるのに私の成績は下がり続けるのも、外国人労働者の労働環境と私の卒業見込みが苦しいのも、年金が下がりおじいちゃまからのお小遣いが減るのも、全てこの大学のせいでございます。続きまして、早稲田大学、早稲田内明大生というふざけた造語の元凶でございますが、ここで本年度の7月2日に発売されました週刊現代42ページの記事を見てみましょう。記事のタイトルは、企業の皆さん、早稲田政経と慶応校どっちが欲しいでございます。しかしこの記事にはなんと、むしろ明治がいいと大きく銘打ってあるのでございます。これからのトレンドは明治落ち総大生でございます。続きまして、立教大学、普段は絶対に負けませんとボールといった親父がくらいにしか出てこない大学名でございますが、この大学が神宮球場で活躍したのももう遠い昔、この大学が話題に上がるのは一世紀先でございましょう。続きまして、法政大学、今年の春までは野球で明治大学にだけはなぜか強い可愛いやつでございましたが、秋はちゃっかり優勝、ちゃっかりすぎてあまり話題になっておりませんが、それもそのはず、この優勝劇には法政大学の OB として戦い、菅内閣官房長官が裏で手を引いていたのでございます。そして最後に、慶応義塾大学、この大学のイメージといえばやはりお金持ちでございましょう。しかし裕福な家庭が幸せとも限りません。教育方法を誤り、女の子にだらしなく、時には乱暴してしまうこともしばしばなのでございます。これらの東京六大学の中で明治大学は唯一燦然と輝いているのでございます。そんな明治大学を応援するありとあらゆる場所で流れますのが、これよりお送りいたします皆様お待ちかねの一冊一生ジャズバタメドレーでございます。なお本日はギャバンチャンス明治狙うち、やっぱり明治がナンバーワンでおなじみのハイパーユニオンだけにはとどまらず、冒頭に愛称歌明大ロマンを、また中盤に新応援曲俺らと盛り込みましたスペシャルバージョンによってお送りいたします。
ゆくらす一人にし、まず